ライナッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ郡の町村である。ライナッハは、ビュルツブルグ地方のライナッハ川沿いに位置する。この町は、公式には2つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落は、クビユーのライナッハのみである。ライナッハは、ビュルツブルグ市協領の一部として1803年に、 バイエルン大公領に世俗化された。プレスブルクのアヤクにより、トスカーナ大公フェルディナンド3世が創設したビュルツブルグ大公国に移されたが、1814年に最終的にバイエルン王国領となった。1818 18年の行政改革により、成立していたオーバーライナッハとウンターライナッハは1978年の市町村再編により合併し、 自治体としてのライナッハが設立された。町長は、マーガーあるのである。彼は2020年5月1日に町長に就任した。エスペンドートンネルハノーファービュルツブルグ高速鉄道路線がバルテルスグラーベンタール橋や全長2235メートルのエスペンドートンネルで、この町の町域を貫いている。ありがとうございます。